楽しく生きる高齢者今日も楽しそうに喋っていますはい、コメントですビーズのライブは同期とクリックが鳴っ っているということです。はい、そうです。曲の素質でフリーテンポのようになってっそこからインテンポに復帰するときはどうしてるんでしょう、えー、これな。これいろいろあるんだよ。<laughs> またきっかけのクリックを出してるんですかねってね。あの、そういう時もあります。なんですけども、もう本当にもう1年半ぐらい前の、えー、楽曲解説のところで説明はしてるんですけども、なんせね、もう動画がね200か300あるんで、でも絶対に見てる人の方が少ないのかな。なんか、Don't Leave Me。ナイスブルースの。あれが、 ギターソロのあ後かな最後の大サビの戻るとこあそこがだからなんか、じゃ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 じ一回ブレイクするんですよ。で、稲葉さんが、Don't l e a ー e ー e タたららららって入るんですよね。で、そこが絶対にだからフリーテンポでどうやってインテンポに復帰するのかっていうのが、まあわからないんですけども、あれ実は、 稲葉さんが、本当にフリーテンポで、ドン・リー・ミー・タララララじゃないですか。その時の、当時、いッコくんだったから、いッコくんがこうやって、タンってやるのね。その時に、あのー、マニプレーターの、当時はだから僕自分で、あの、押してなかったんで、鈴木くんが、それに合わせて、タンって押すんですよ。スペースボタンを。そうすると、コンッ、ターダ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 ーって、なんか予備カウントはないんですけども、もうそんなもん、あの、リハーサルは1ヶ月やってるし、 ずっとツアーやってるからテンポなんて覚えてるじゃないですか。だから、でもずれないんですよ。人間ってそういうもんなんで、そうやってインテンポに復帰してる、ます。あれが一番危ないというか、危ない、ね、危ないといえば危ない。あの鈴木くんもだからなんか、ひえーとかって <laughs>、そんな危険なことみたいな。でね、割とそのバンドのなんかメンバーとかそういう風なスタッフの中、 っていうのは、やっぱりなんか、どうしてもヒエラルキーみたいな、こう上下関係みたいなのがあって、まあ、えー、ビーズチームとかだと、まあ、松本さんが一番上にいて、全部全てのけ、最後、決定するのは、彼が考えるっていう。まあね、でも、まあ、彼はだからそこでなんかワンマンになんか人の意見を聞かないでとか、そういうようなことは全くしないから。まあ、だからあれだけすごく慣れてるというか、すごい人なんですけども。割とそのマニ、マニピュレーターっていうのは、ものすごくね、意外と地位が低いんですよね。だから、メンバーがいて、サポートメンバーがいて、 で、その下になんか PA のチーフとか照明のチーフとかが大体一番次に偉い人たちなんですよね。で、その下になんか、えっと、ローディーとかがいて、そこの中にマニピュレーターとかがいたりとかですよね。だからその鈴木くんってのはそこの地位なんですよね。で、そうするとですね、こんな危ないことを自分のなんか責任の中でやるっていうのはなかなかできない。 っていうのがあるんでだから普通にマイピュレーターを使ってるとあのビーズのあの、えー、シンクっていうのは危なくてできないはずですっていうかだからそんなことしたら失敗した時に何言われるか分かんねえっていう、ね、クビになるかもしんねえとかっつってなんですけどもそこを全部だから仕切りを僕がやってるんで,で僕ってのは一応だからそのビーズチームの中だとその3番目だったから <laughs> なんで結構無茶ができるわけなんですよ で、そこでそういうふうにやってるっていう部分があって。だから、他の現場ではできないと思いますね。その、スネアのこの振りに合わせて、こう、プレスポーターを押すってやってる人いるのかもしれないけども。ただ、だからそれは、そういうなんかこう、ヒエラルキーの、まあ、俗に言う地位ってやつはあんまり、それ考えたら好きじゃないんですけど、まあ、まあ、決定権の優先順位って考えれば、まあね、こう何人もいると、誰が一番最終決定とかっていうのはやっぱり決めておかないといけないっていうのはあるから。なんでそうすると、そこで、だから、そういう部分。 っていいううのははすごい色々事情があるとは思うんですよねあちょっと前の,の YouTube でだからその日本の企業文化がクソだった話 <laughs> あれもそうなんですけども結局そのまあ日本がだからもうあの先進国の中では一番デジタルが遅れてると先進国の中で一番キャッシュを使うアホな国だというその。 えー、ごめんなさいね見てる人もあのキャッシュの人いっぱいいると思いますけど俺はクソだと思ってますけど <laughs> クソっていうから、まあ、別にだからレジ、まあ、時間かかってもいいけどねなんかなんだけどねなんでこうするのかよくわかんねえとは思いますけどもまあ自分と違うことをねなんか否定するっていうのが、ね、戦争の始まりなんで <laughs>、えーまあ、そんな感じなんですけどもそういうので、まあ、日本の企業文化ってのも結局だからそのエンジニアっていうのはやっぱりなんか地位が低いんですよねエンジニアとかそういう人よりもやっぱりなんかお金持ちっていうかなそうした 社長になったりとかそういうのは文系の人が多かったりとかっていう風な流れとかがあるっていうのもあって。 なんでそういう、えー、マニピュレートとかそういうふうな部分っていうのがそういう決定権の上の方の人がやってればまあだから例えばその TM ネットワークみたいな小室さんのところのチームとかだとそれを全部だ小室さんがやるわけなんでっていうか全部事情が分かってるじゃないですかでそれを事情が分かってて人に振るわけなんでだから結局はあこれ危ないけどできるはずだよみたいな感じそれができるんでなんで結構無期なことができるんですけどもそういうふうなことが同期関係とかはあんまり詳しくないメンバーとか リーダーとかボーカリストとかがいて、それをその人が仕切ってるところとかだと、訳わかんないじゃないですか。そうするとやっぱり、クビになりたくないから、その現場の人は。そうするとあんまり危ないことができなくなると。だから訳のわかんないことはできないから、だからすぐにわかる。まあだからね、なんか動機どうやって復帰してるのかわからないっての、すごいよく言われましたけどね。 とりあえずだからなんか、普通だと危なくてできないことをすっごくいっぱいやってました。でこれがまたトラブったこと一回もないんですよね。なんだか知らないけど。<laughs> 私のハイヤーセルフのおかげです。ありがとうございますってね、未だに神棚とね、仏壇に <laughs> 感謝してますけども、はい。大事ですよ。<laughs> はい、そんな感じです。ありがとうございます。